よう何お前が呼び出したんだろこんな夜遅くに俺明日も仕事なんだけど電話じゃダメだったわけ言いたいことなんだよはっ 別れてほしいそれは最近のこういう状態のせいってことそれもあるって何かあるならはっきり言ってくれないか 俺たち付き合ってもう5年とかお互い学生でもなくなって仕事も忙しいし休みも合わないしたまに会えた日もすれ違った会話ばかりだしこういう今の俺たちの関係性があまり良くないってことくらい俺も分かってるよ だからっていきなりこんな話はないだろ他に何かあるのかあるなら言えよやっぱ言えない言えないならわざわざ呼び出した意味がないじゃないか こ,こで泣くのは違うだろうずるいって言ってんだ俺を悪者みたいにするんじゃねえよ悪いお,おい大丈夫かよそんな咳き込んでもういいから一回落ち着いて 近寄らないで。それが、曲がりなりにも五年付き合った彼氏に言うことかい。ああ、わかった。わかったよ。もう勝手にしろくそ 家に帰る気も起きない。明日も朝早いし、寝なきゃいけないってことは分かってるけど。どうせ、今布団に入ったって、到底寝つける気しないし。ん<ー><お>んー職場からかよ。紛らわしいな。えっと 先方の都合で資料、練り直し一時間早く出社してください。ああ、もう。くそ何なんだよ、どいつもこいつもふざけやがってそこの若いもん。こんな時間に、大きな声出すんじゃないぞ。 すみません。ホームレスか。何か悩んでるのか。えあ、はあ、いや。別に。お,お前うわっんすか、じいさん、急に。気をつけた方がいい。よくないが出とる。は よくないそうやめてください大声出したのは悪かったんだこう見えて前職では売らなりわいようなリワイトしてたんだいや興味ないです明日には甲眼ありてゆうべには白骨となるは死神は突然 るものだよ何だったんだあのじいさん意味がわからないことをつらつらと話していたけど話し合えていなくて寂しかったんかな夕べ <laughs> には白骨となる 信じるわけじゃないけど LINE くらいは入れておこう俺もつい感情的になっちゃった部分はあったから情けねえさっきはごめん仕事落ち着いたら連絡ください 正真<送> <laughs> それから2週間が経った彼女から連絡は来ていない単純に仕事が忙しいのかそれとも 一度振った男に興味はないということなのか。メッセージの横についた既読の文字だけが、トーク画面に静かに横たわる。彼女に連絡をしたい。それでも、自分の中のプライドが邪魔をして、そんな簡単なことさえもできないでいた。おい。おーい。 うんあ先輩お疲れ様ですお疲れ様ですってお前な職場で爆睡するやつがあるかあいや最近寝不足でして今日も出社早かったでしま資料は作り終わってるみたいだし別にいいけどよ寝るなら家帰って寝ろよ てか、さっきからスマホをずっと鳴ってたぞ。え、本当ですかおう、彼女じゃないのかいや、だといいんすけど。あ知らない番号から。すいません。じゃあ、お先失礼します。あ すみません。折り返しお電話。え病院ですかあ、お前、だ、大丈夫なのか なんでここにいるのって病院から電話もらったんだよお前が今入院してるってお前んちの親が緊急連絡先の一つに書いてくれたらしいんだそう受付の人が電話で言ってたなんで なんで言わなかったんだよ入院するって決まってたんだろたった2週間で、こんなに痩せて。お前、病気が原因で、あの時別れようなんて言ったのかそうか。 無理して動くなよ。喋るのが辛いなら、あまり話さなくていい。あなんだ今の私、可愛くないから。何言ってんだよ、バーカきっと。 すぐ良くなるさ。それまで少しの辛抱だ。俺もできるだけ支えるから。何か困ったことがあったらすぐ頼ってくれ。今日から仕事も休め、うん。当たり前だろ。俺はお前の彼氏だ。別れる気なんてさらさらねえからな。 俺が仕事を休んでからちょうど1ヶ月が経ったこの日の夜のことあまり俺は覚えていない夜の街の中をただひたすらにぐるぐると歩き回っていたようなそんな気をする 曰く病気はすでに取り返しのつかないところまで進行が進んでいた話では余命半年半年だと聞いていたのに昨晩容体が急変したと連絡が入ってから すぐだったまるで川の流れのように何の脈絡もなくただ現象と現実だけが目の前を通り過ぎていった理解ができないだから歩いた。 足を止めてしまったら頭が全てを理解してしまいそうだったから若いもんこんな時間に何やっとるその様子じゃ当たったようだなわしの腕もまだまだ 引退するんじゃ、なかったかもしれんな。うるせえよ。突然じゃない死なんてないさ。気づいた時には、誰だって白骨に変える。うるせえよ分かったような口、聞くんじゃねえ <laughs> 何も知らないくせに、理屈じゃねえんだよ もう、帰ってこないんだ。俺の、大事な人は。本当に、大事だったのか。は本当に、大切にしたのかいその人のことを、全てを伝えたのかい になる前にそれは悲しみなら時間が経てば消えるさでも後悔は消えない伝えなかった後悔言葉にしなかった後悔 一生消えやしない。やめてくれ。俺は、どうしようもない、ダメな彼氏だったんだ。俺は、大切になんかできなかった。最後の最後まで。言いたいことだって、失ってから出てくるんだ。溢れるくらいに。 止まらないんだよ <laughs> 手紙をしたためるといいまだいるさ白骨になってからも魂はしばらく根性に宿るものさ手紙をしたためて棺ぎに入れてやる。 次こそは…後悔をしないように懐かしいなここの教室一番左から二番目の列の。 後ろから3番目ここが俺の席それで右隣が君の席だったもうあれから5年かはあ 背景君へ俺は今君と初めて出会った場所でこれを書いているよここにいると君との思い出が強く蘇ってくるあの時の俺たちは今よりもずっとずっと素直だったと 思ったことを口にして、怒ったことに対して、笑ったり、泣いたり。俺は大人になってから、言葉の裏ばかりを考えるようになってしまった。それが君の言葉であっても、ちゃんと向き合おうとしてこなかったんだ。 ごめんね、君は俺が出会った中で一番綺麗で一番に可愛い人だったよ病室で君は「可愛くない」なんてことを言っていたけれど本当は全力で否定してやりたかったんだ そんなことないよって。誰よりも可愛いよって。素直に言ってやれない。俺でごめん。俺は、君とずっと一緒にいたかった。ずっとずっと、そばにいたかった。それ以外は何もいらない。 本当さ。お金も、地位も、名誉も、何もいらないんだ。仕事なんて、ただのつなぎさ。生活なんて、君といることの添え木みたいなもんさ。君を失って。俺は正直、どうしていいか。 わからないでいるよでも懸命に生きてみようってそう思うんだそれだけは決めたんだ君が生きれなかった分も君をこの先思い出し続けるためにもだから安心して。 俺は生きるよ。<laughs> 最後に、ずっと言えなかった言葉。気恥ずかしくて、照れくさくて、今まで言えなかったけど。誰よりも、愛しているよ。ありがとう。